相馬さん。はい。報告ありがとうございます。はい。あの、声、声がめちゃくちゃ、あの、綺麗ですね。声がめちゃめちゃいいんじゃないですか。うん。だからまあ、あの、ぶっちゃけ声めちゃくちゃいいので、あの、無理に顔出ししなくてもいいんじゃないですか。あの、キングコング西野さんみたいに、あの、ラジオ、ラジオみたいに、あの、別に無理してね、出さなくてもいいと思いますよ。 うん、なんか、あのー、頑張ってる感があるんで。まあ別に顔出しできるんだったら全然顔出ししてもいいんですけど、え、マスクする必要あります <laughs> 家の中でもソーシャルディスタンスですか <laughs> なかなかファンキーやな、みたいな。<laughs> 家の中でもソーシャルディスタンスっていう。どこじゃ、居場所ねえやん、みたいな話で。え、家の中でマスクしてるんすか僕、すみません、してないですけど、家の中じゃ。 うん、だからな,なんか、あの、顔出し嫌なんだったら、ね。マスクしてなんか嫌なんだったら、別に声だけでいいんじゃないですか。声いいんで。うん。画面キャプチャーでね。なんか、うん、話せばいいじゃないですか。うん。うん。まあ、お任せします。はい。まあ、あのスタイルで言っても全然いいですけども、どうせ顔出すんだったら顔出しちゃえばいいんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> もしくはなんかちょっと、 なんだあのー、ちょっと仮面被るとかね。なんかちょっと、仮面被ればいいんじゃないですか <laughs> そう。これね、この前買ったんですけど。これ。これ100均で売ってましたよ。100均で。こっちの方がパンチありませんなんか怖いですけど。こっちの方がパンチあるでしょ。バイナリーオプションみたいなこれ100円ですね。 だから、これで動画何本が撮ったんですけど、ラファエルさんすげえなと思いました。めちゃめちゃね、きついっすね。<laughs> ただ、ラファエルさんの方がもうちょっとでかいのが、ここね、ちょっとね、安っぽくてなんか、あの、結構きついっすね。うん。でもラファエルさんすごいなと思いましたね。これで30分くらい喋るのはエグいなと思いますね。こもるし。うん。 まああの、動画はすごくいいと思いますんで、この調子でやればいいと思います。あとは、まあ販売に関してなんですけど、結論ですね、自分が勝ててなくても、お客さんが勝てればいいんですよ。まあこれよく言うのが、あの、うん、箱根駅伝の、うん、青山学院4連覇した監督ですね。 青山学院の箱根駅伝4連覇させた監督はもともとサラリーマンで駅伝とか全くやってない人なんですよ。で、サラリーマンが箱根駅伝4連覇させるみたいなね。別にその、駅伝の超プロ中のプロじゃなくてもいいわけですよ。箱根駅伝4連覇すごくないですかその結果が出ればいいわけじゃないですか。サラリーマンだったとしても。だから、結局そのお客さんが勝てればいいんですよ。 で、自分が勝てるか勝てないかに関しては、売るときに、売るときに自分が勝ってますっていうエビデンスがあると信用してもらいたい、えー、信用し,し,してもらいやすい、えー、なんだ、売りやすいっていう。ね、例えば、毎月ね、僕がバイナリーオプションで、えー、毎月30万稼いでる、えー、証拠、こちらです。で、その方法を教えます。わかりやすいですよね。 でも自分のエビデンスがなかったら、それを打ち出すのが結構難しいじゃないですか。ただし、これやり方があって、お客さんを稼がせることができるんであるならば、お客さんが稼いだものを武器に使えばいいんですよ。僕なんかそうですよ。僕なんか今、熟成さんの方が稼いだりとかしてるので、まあ音声対談取ったりとか、あの、熟成さんにの結果をあの使わせてもらってます。うん、お客様の声ですよね。 もうライズアップとか何やってますライズアップなんか全部お客様の,、ま、のビフォーアフターじゃないですか。どう、どうですかライズアップの打ち出し方って全部お客様のビフォーアフターちゃいますって話で。だから自分が結果出てなくてもお客さんの結果があればあいいんで、だからまずやるべきことはこれで行くんだったら無料モニターとかあーやって、無料でやって、その実績を稼ぐってことですね。 実績を稼ぐっていう。で、実績出たらすぐそのエビデンスをもらったりとか、スクショもらったりとか、あと音声対談取るとかするっていうことがいいんじゃないですかね。うん。それが溜まれば、じゃあそ,そのね、お客さんが例えばバイナリーオプションでそれでやって、えー、月に10万稼げるようになりました。月に30万稼げるようになりました。月10万、5万、30万、えー、70万、80万っていうエビデンスが30人ぐらい,いたらどうすか もうそれで結構信用ありますよね <laughs>。それをセールスレターとか武器に使えるじゃないですか。うん。まあ僕から習った人たちはこんな感じです、みたいな。うん。だから、なんか結構ね、その情報発信する上で、自分が稼いでないとダメなんじゃないかっていう人が非常に多いんですけど、別にそんなことはないですよ。うん。 要は、どこに光を当てるかなんですよ。自分の稼ぎ、稼いでるところに光を当ててやるんだったら、それは自分のね、稼ぎの金額があった方がいいじゃないですか。でも、お客さんにスポットを当ててるんだったら、お客様が痩せればいいんですよ。痩せてれば。ライズアップの話しましたけど、お客さんにスポットを当てて売ってるわけですよね。ライズアップに入ったらこうなりましたっていう。 だ僕のコンサル受けたらこうなりましたって、そこにスポットを当てればそれが武器になるんで、全然それで売れますから。だからやるべきことは、集客してまずはお客さんに結果を出してもらうっていうところをやればいいんじゃないですかね。だから有料で売る前にこうあの、エビデンス作り、エビデンスを稼ぐっていうことをやるべきですね。うん。そう。だからその目先の,あの売り上げも欲しいかもしれないですけど、 うん、そのエビデンスっていうのは今後ずっと使えるので、絶対それをやるべきですよ。うん。はい。ですね。まあ、あと、あの報告、結果報告、報告いただくと僕は、あの、ワンツーでこういう動画をこう、あの、アンサーしてますんで、はい、モチベーションアップしたい場合は、結果報告いただくと、僕からの何かしらのリアクションがあります。あの、Q、Q&A に関しては、 えー、その再生リストの方にアップしますけどね。うん。はい。あなんかあの、結果報告いただいたら結果報告ありがとうございますって個別でね、僕ね、全員に今返してるんですけど、ただその Q&A に関しては再生リストにこうアップしてるだけです。だから個別返信はないですけど、うん。報告いただければ、うん、まあ、こんな感じにいつもやってますんで、はい、活用していただければいいんじゃないかなと。まあ、ネットビジネスな、なんでこれやってんのかというと、 あの、結果報告する人って少なくても何かしらアクションしてるわけじゃないですか。どうですか何もやってなくて報告できないですよね。何もやってませんっていう報告する人あんまりいないので <laughs>。何かしらやってるわけじゃないですか。でもネットビジネスの、あの、一番つまずくポイントっていうのは何かっていうと、フィードバックがないんですよ。 例えば動画をアップロードしてもいきなり再生数回らない。要はやったことに対してフィードバックがない。ねわかりますブログ書いてもアクセスが来ない。稼げない。YouTube やっても稼げない。アクセスがない。っていうやったことに対してフィードバックがないですよ。でもこれリアルな仕事だと、まあ時給換算で行くんだったら、アルバイトは働いタイムカードをしたら、今月、いくら稼いだっていう、稼い、まあ給料をもらえるみたいになるじゃないですか。ねフィードバックありますよね。必ず。 セブンイレブンのコンビニ行ってタイムカード押して0円ですないですよね。必ず時給発生するじゃないですか。だから自分がアクションしたことに関して必ずフィードバックがあるんですよ。普通の世界っていうのは。まあ営業職、完全インセンティブの職種とかはちょっと別ですけど、ほとんどの職種っていうのは何かその自分の労働の対価をうんその差し出したらそ、そのフィードバックが必ずあるんですねで。ネットビジネスの場合はそれはないんですよ。だからほとんどこう挫折するんですよ。 だから最初の段階フィードバックが自分のやったことに対してフィードバックがないんで僕がフィードバックするってことです。報告してくれたんで、じゃあそれに対して僕がフィードバックするっていうこの活動をずっとやってます僕は。うん。このドリアカー運営してからずっとやってんじゃないですかこの結果報告に対しての。うん。多分ずっとやってると思いますけどね。はい。だこれを、これを自分がやらないといけないですよ。わ <laughs> かります これは自分がお客さんにやっていかないといけないですよ、今後は。いや、だって、その、さっきの話言うと、お客さんに行動してもらって、結果を出してもらわないと、自分の武器ができないわけじゃないですか。だから、こういうちょっとね、地味ですけど、こういうことをやっていかないとダメですよ。うん。でも僕はやってますけどね。うん。で、僕はこういうことをやってるから、あの、ある程度、その、全員ではないですけども、あの、塾に入っていただいた方は結果を出してるってことですね。 うん、はい。ということで、また、また報告お待ちしております。では。